はい、皆さんこんにちは、大木モデルスでございます。ジャスオリです。はい、今回はこちら、はい、ちょっと話をします。はい、みんな大好きアッカイね、アッカイ、Dラボ模型研究所の方でね、はい、ウリさんに作ってもらいました。はい、再販ゲットのアガイさん、AC ガイね。で、今回はこちらを頭取りますけどね、はい、あ、口が一番なくす部品が飛んできましたね。まあ下に押してるんで、まあ後で開きましょうかね。こちらを、はい、大好きな、はい、あの方の登場機に仕上げてまいりたいと思います、はいはい、なかなかね、アッカイっていうとね、ポージングも大変なんですよね。素人のやつにやらすとこんな感じでね、棒出しになっちゃうんでね、まあ腕短い。腕短いですね。短いバージョン。はい、まあ、短い方が可愛らしくていいんですけどね。はい、まあ、こちらとりあえず塗装していくんですが、はい、まあちょっと花を開きながら、ウリさんこれ作った感想など。旧キットよりも組みやすかったです。そりゃそうです。旧キットっていうのはまあまあガンプラ好きな人たちにとってはなんか登竜門的な話を ね、うん、よくされます。で、大人ももちろんそう思いますよ。旧キットってやっぱ継ぎ目すごい、はい、段差すごい、うん、そしてまあ一色大体ね、うん、一色なのでまあそういうのを作っていくと大変だと、はい、で、アガーも旧キット作りましたよね。作りました。こちら特に接着しないといけないっていう、まあ、これも接着した方がいいですよね、うん、まあ、まあこれとりあえず塗装してやっていきましょうかね、はいはい、まあ塗装後に口がなくなってないことを祈っておいてください。、はい、それでは基本塗装終了までスキップいたします。はい、基本塗装が終わりました。はい、こちらテリリリテリー、あっかい。いつも小学生のね、うん、のび君を助けてるあの方の機体、はい、るのかな。重量が。そうですよ。まあこちらはね、基本塗装終わりましたので、はい、ここからデカール貼って仕上げていきますけどね、今回も一発で仕上げレベル出ればなと、うん、なんてなんか思ってます。はい、どうかな。で、まあ、ここ、まあ、コバルトブルー、はい、ブラック混ぜたやつね、そしてここはもうレーシングホワイトです。お、はい、クリーム色みたいにしたかった、うん、で、モライは蛍光イエローで塗ってみました、はい、ね、胸に鈴ついてるでしょ。リンリンリンってあの方ね、伝説のあの方ね、はい、でこれはね、伝説のなんかすごいポケットがついてるね、はい、狸が乗るわけではなく、はい、違うパイロットが乗りますのでね、はい、こんな感じになっております。はい、いい色でしょ、うん、でね、こっからデカール貼ってまいりますのでね、はい、デカール貼って、特攻とするぐらいまでかな、うん、スキップいたします。はい、デカール貼れました。ドンと、ここであさりやってみました。はい、こんな感じ、いかがでしょう。どうですか。綺麗ですね。はい、ちょっとここにかぶってますけどね。いろいろねやってみて、削ったりね、はい、いろいろやってますんでね、はい、あの人用、あの人用ね、大好き、大好きなランバのラルさん、ランバのラルさん用、ランバのラルさん用をね、年に2体は作るというね。、はい、あんまりにも綺麗すぎて、はい、汚すのやめましたね。綺麗に濡れすぎて、もったいないということで、デカールトップコート、そして、少し墨入れやったぐらいでね、はいはい、終わらせましたけどもね、こんな感じです。頭もね、腕もどうですかね、いかがでしょうか。
おしゃれな感じにね、はい、なったと思います、はい、今回はねもう一発でね仕上げようかなみたいな感じでやってますけれども、なんかね、うん、あの動画って一発で作った方がいいですよつってアドバイスよくもらうんですよ、はい、一発で作って毎日出せちゃうとねちょっと厳しい感じがしますしませんか、はい、ちょっとこれ引いときましょうかねこんな感じでね、はい、かっこよくないですかね、うん、赤いこのフォルム好きなんですけどね、似てますよね、なんかかわいいかわいい言われますけどね大体はかっこよく見えるわけですよ、うん、で、まあデカールもねいろいろ余ってるのとか、うん、はい、ランバラルさん用のデカールはねあの新品おろしましたけど、他は余ってるやつでなんとかやってね、大事なところも交渉マークつけてますんでね、はい、でこれ、悪海好きの方、はい、悪海というとまあウリーさんの知識でいうとどんな感じですか、悪海タンです、悪海タン、まあ、どこで戦いますか、悪海タン地上で戦ってる、地上、まあまあ地上もなかったですけど水の中もいけるね、うん、基本水陸両用、うん、水陸両用、はい、大気の中ではスーパーメカなんですよ、うん、っていうのは隠密行動もできるでここがね、はい、ガシャンってこう開いて、うん、まあ、何か人は入ってるんですよ、そう、あの工作員が入ってます、あ、そんなたくさん入ってるんですね、よくわかんないです2人乗りか3人乗りか忘れましたけど、はい、まあまあ、結構入れるわけですよ、うん、まあ入れなくても多分いいんですけど、泳いでましたよね、はい、まあまあ なんていうんですかね、コストも、はい、ゲームの話いたしますと、うん、コストも安いわけです、アンカイタンはね、はい、作るのにね、はい、で、まあまあそこそこ、うん、なんていうんですか、いける、うん、水海の中とか、はい、陸でも、うん、ね、どちらでも行ける、うん、万能スーパーメカにしたい、うん、ということでスーパーメカっていうとガンダム、はい、アムロくんが、うん、アムロがあんな戦い方をしてるわっつってフラウボーさんが言った時、はい、アムロくんは空中戦しました、うん、ガルマさんの部隊と戦う時に、はい、アッガイタンも空中戦できるような、うん、装備を作っていこうということで今回その重量飛ばせるんですね、はい、飛ばせますよ今回、はい、フライトユニット作ってみました、フライトユニットはい、ででででででフライトユニットここにた、うん、ここにこんな感じですけれどねちょっと両面テープでくっつけましょうかね、はい、これでスーパーメガニーま、生まれ変わったなっていうやつですか、これはもうフライトユニット、フライトユニット T です、 T だけ、 TT トップコプターです、 TT 、はい、何かに着想を、これで、はい、これもうすごくジオン君はこういうね、なんかここら辺のポケットから出せるんです、そうこれをつけると飛べる、おお、ジオン君すごい、これ元ネタのやつ言いますと、はい、これここの先から針が結構な長さの針が出てて、はい、頭にゴンって刺すと、うん、脳と脳の間の神経とかねシナプス回路のところにボンって刺さって、うん、飛びます自由自在に飛びますただね元ネタ分かる方はちょっとね試写見ていただくと分かるんです、ちょっと元ネタのところの判件的なやつがちょっと怖いんでね名前出せないんですけどもこれその TT ポコプターをね TK コプターですか TK コプターを頭にゴン刺すと、うん、手足の自由が効かなくなって、うんダラーンとしますで飛んでるんです、ね、飛んでる時に手足がダラーンとしてるのはあー脳と脳の間のシナプス回路のところにちょっと刺さってるんで手足の自由が効かなくなっちゃってます、なるほど、でダラーンとして飛びますね、ただその、まあ、コントロールはできるようにしてるんで脊髄とかは手を使わないといけない時はもうちょっと TK コプターの出力が落ちて手が動かせるというね、はい都市伝説的なことありますけどね、はい、大体そう認識しておりますけどね
はい、こんな感じで、そんな可愛いやつ、こんな感じでやるともうね、オランバラルさん、はい、飛べる、ね、エースパイロットかスーパーモビルスーツに持って、はい、陸海空、はい、全て対応できるというね。いかがでしょう、たまにはこんなことな感じの、こんな感じのやつも面白いかなと思ってやってます、ね、はい、いかがでしょう、鮮やかな青だな、はい、まあこれでね、もう本当にオールマイティに戦いますよね。ガルマ様の敵討ちもね、ちゃんとできると思いますんでね。負け知らずですね。そうですね。モビルスーツの性能で勝っただけだよって安室くんに、ね、うん、言ってましたんで、それは安室くんのガンダム負けないスーパーモビルスーツをやっと手に入れたということで、これで対等に戦えるはずなんで。なるほど。はい。水中で。こっちのこっちのロケットは、うん、コックピットでドカンって言うとね、はい、空気がボンって出てます。そういうものがついてます。なるほど。ドカンって言わないといけないですけどね、ちょっとあのカラオケしすぎた後はちょっと大変、威力が落ちちゃうかもしれないけどね、まあそういう、まあ、ナンバラルさんであればね、いけると思う。声量もあると思いますんでね。んライトとかあるんですか。ライトはね、実装予定です。後ほど後ほど大きくなったりちっちゃくなったりするライトとかもね、一応作ろうかなと思っております。それがどうやって使うものかなっていうのも、まあそうですね、無敵な感じですよね。ありますもんね、はい、皆さんこういう感じでガンプラ楽しんでいただいて、じゃあいかがでしょうかということで、今回はなんと大気圏珍しく箱開けて、はい、完成、はい、塗装、全塗装、はい、改造、改造ってここだけですよね。完成持っていた、はい、でこの TK コプター秘密兵器の TK コプター、はい、あ、作りたいよっていう方はね、これあのここオリジンガンダムのふくらはぎに入ってるバーニア、これはあの2ミリのランナーですね。これ 0.5 ミリのプラ板を羽みたいにこう斜めに削ってやっておりますよね。はい。もう TK 部隊に入りたい方はね、TK 部隊、手足ブラーンとしちゃいますけども、それをつけて手足ダラーンみたいなね、なんかすごいな、うん、S さんもね、はい、お風呂大好き S さんも手足ブラーンってなってよく飛んでますんでね。なるほど、はい、まあ、あそこら辺もね、そうですね、自作されたい方は、はい、ね、あれですね、このたい焼きさん初の勝手にコラボみたいな感じですか。勝手にコラボ、あ、ケイゴさんみたいな。あのコラボ先が大御所すぎて本当に勝手にみたいな、伝わらない。伝わらなくていい。ということで、これで、はい、うまいこと言ったんではないかと、ね、かわいらしい、たい焼きの代表作の動画になるように皆さんこれ宣伝よろしくお願いします。アッカイの魅力を引き出せました、はい、それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのよろしければね、もう2つチャンネルやっております。ステーキ食べたい RC ラジコン動画ということで、本職のラジコンの総合動画、そして D ラボ模型研究所ということでね、ウリーさんと一緒にあだねこだねって言ってやってる、喋、ね、ってるだけのチャンネルもございますので、ぜひそちらも見て楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。それではさよなら。さよなら。